本ちゃんも来たの？はい、どうぞ。いいよ。ごゆっくり。日向ぼっこでした。はい、今日は台風の影響もあってなのか、比較的気温が低めですかね。外に出てもうだるような感じはありません。まあ、昼間はちょっと暑かったかもしれないよね。でも今は8時を過ぎたとかね、快適です。エアコンも入ってますけどね。ポンちゃんは隣の部屋でゆったりしてたんだけど、なんか寂しくなってきちゃったね。へい、そしてジャン君。はい、九州の方はね、今台風で大変なことになってると思うんですが、被害があんまりないといいね。さあ、これから晩ご飯食べるとこです。